諸山別村中心部周辺の空中写真。1977年撮影の2枚を合成作成。国土交通省国土画像情報をもとに作成。諸山別村は北海道北西部、留萌管内中部にある村。日本最北の天文台である諸山別天文台が置かれる。諸山別、豊か岬、有明の3つの集落があるが、近年は過疎化が激しい。 諸産別以外の集落は数百人規模。2015年国勢調査によれば以下の集落は調査時点で人工例人の消滅集落となっている。アイヌ語に由来するが諸説ある。村の公式見解は総産別となっているが、同アイヌ施策推進室によるアイヌご知名リストでは山田秀蔵による解釈、添え三平を掲載した上で幕末、 明治の探検家、松浦武四郎が、同地について、総三別。滝落ちる木なりと著述していることから、祖三拝施設ではないか、との見解も掲載している。このほか、長田法政は、ス三ペ施設を出していたが、この説は疑問視されている。また、1973年に、国鉄北海道総局が発行した、北海道駅名の起源では、 ハボロ線諸産別駅の由来について、シュシュサムペ、ママ、ではないか、とする見解を掲載している。1971年以降、2019年の第19回統一地方選挙まで12回連続で、村長選が無投票となっている。主要産業は漁業、農業や、落農もあり、新規収納者支援事業を平成18年度から開始する。 特産品の農産物には、ハスカップ、ミニトマトなどがあり、ジャムやシロップ、ワインなどハスカップの加工品を製造。海産物は、フグやタコが上がり、天然フグの骨、初産別漁協加工場では、ぬかにしん、ぬかほっけ、スイカなどを製造、販売する。並行した、小学校、編集、村内を鉄道路線は通っていない。 鉄道を利用する場合の最寄り駅は、JR 北海道の宗谷本線幌ノべ駅や、道る萌本線ル萌駅など。廃止された、鉄道路線、編集かつては、羽幌路線が通っていたが、現在は廃止されている。直売所、喫茶北極西遊費と、コンピラ神社の鳥居所三別三崎大公園キャンプ場2016年に、地域おこし協力隊の呼びかけにより、有明市市、 毎有志の会を立ち上げ、毎年9月14日に放納を開催している、天然新ふぐだし使用ラーメン、そば、ありがとうございます。